残念だなと思ってるんです。とっても、せっかく波動拳。皆さんこんにちは。日本元気にする YouTuber 岡本芳樹です。今日もよろしくお願いします。今日はローソンと、ストリートファイターのコラボの話をしてみたいと思います。7月、12日からかな、ローソンと、カプコンの、ストリートファイターというですね、格闘技ゲームの、35周年を記念してですね、なんかコラボをするらしいんですよ。でそこまでははいっていう感じなんですね、僕の中で。ちょっとネットの中でうんって言われてるところが一つあります。それなんだっつったらですね、ローソン の, あのこう一定の商品を買うとストリートファイターの、実際にはスト2なんですけど、スト2の、ステッカーがもらえますと。スト2のこうキャラクターがこうバトルしてるステッカーがもらえますということになってます。でですね、これが問題で12体なので、6枚のシールになってるんですけど、ザンゲーフだけいないんですよ。だからガイルは対戦相手がいなくて、ガイル VS ガイルになってるんですね。でこれザンゲーフが出ないっていうのは、まあ、賢明な皆様なら、お気づきだと思うんですけど、あのザンゲーフが、ロシア出身だからということだと思います。あの、まあ、ロシアがウクライナに侵攻したことで、そのロシアと、日本の関係で、まあ、ロシアに制裁を加えますとか、ロシアにお金が届かないようにみたいなことをいろいろこう考えてるんだと思うんですけど、残念だなと思ってるんです。とっても、せっかくストリートファイターの生誕35周年を記念して、ローソンもいいですよって言ってくれて、でカプコンもやったって言って、ステッカーを作って、昔からのファンの皆さんにですね、喜んでいただこうと思って立てた企画だと思うんですけど、そこであのゲームのキャラクターが、君は出ちゃダメよと言われてしまったこと、もちろん誰から言われたわけでもないと思うんですよ。ローソン側がそれは出しませんと言ったわけではないと思います、僕は。でカプコン側が、まあ、いろんなことに気を使った結果だと思ってます。あのすみません、これあの憶測です。ローソンかもしれませんし、もしかしたら世間からバッシングがあったのかもしれません、まあ、何も知らないですよ。知らない状態で話してます。なんかでカプコン側が、世論に気を使った結果だと僕は思ってるんですけど、結論は気を使いすぎだなと思ってます。まあ、そのいろんな見方はあると思いますし、出したことで、文句を言う方もおられると思うんですけど、どうかと思いますよっていう、その文句言う人がね、あのザンギエフっていうのはもちろんその架空のキャラクターで、スト2を作った時はあのソビエト連邦の、出身の、格闘家ですという設定、まあ、プロレスラーみたいな設定で、ゲームには登場させました。でその後、まあ、ソ連が崩壊して、まあ、ソビエト連邦のどこの国でもよかったんですけど、一番大きな中心となっているロシアっていうところの出身になったみたいです。これ僕知らないですけど、でロシアになって出ました、いつの間にやら。で、だから逆に言うとソ連だったからウクライナでもよかったわけですよ。なんですけど、ロシア出身ってことになってます。で、まあ、今回こういろんなことが起こって、ロシアへの制裁の一環としてってことだと思うんです。でそれに配慮してってことだと思います。なんですけど、ゲームの中の昔からいるキャラクターにまあ、罪はないし、それを待ち望んでたユーザーにも罪はないと思ってます。あのたったそれだけのことで何かが起こるわけではないと思ってて、なんか集めたのにコンプリートできてないイメージ、その6枚全部コンプリートしたいよねっていうのが、まあ僕らの気持ちだと思ってて、僕らって僕もユーザーなんでね、で、コンプリートしたいのが僕らの気持ちだと思ってて、そこに対して11人しか集まりません。これコンプリートではないなと。せっかくそのユーザーがそういうものを集めたいと思う気持ちに水を差してますよねっていうことが言いたい。で、根っこにあるのはその気を使いすぎたことだと思うんですけど、この制裁に関して言うとですね、ロシアにお金が行かないようにだと思ってるんですよ僕。
ロシアにお金が行くことはちょっと よろしくないですねってことだと思うんですか。直接的であれ間接的であれ、ザンギエフは実在しないのでロシアにお金は1円も行かないんですよね。なので、コラボ野郎が、そのキャラクターが人気になろうがですね、ロシアに対してその好印象を持ちますとか、僕も寄付したいですとか、戦争頑張れみたいなことは誰も言わんと思ってて、そういう中でのこの自粛モードの行き過ぎみたいなところを僕は少し気にしてますっていう、なんか嫌な世の中になったなと思ってるんです。結局ゲームってもっと子供たちが無邪気に遊ぶもんやと思ってるんですよね。それが35周年でその昔あの頃楽しかったあの思い出っていうのをですね、小学校中学校高校生の頃に感じたあれをですね、そのステッカー集めることによってもらうことによって、あ、これあったあったとか、あの懐かしいなとか、お父ちゃんこんなん大好きやったんやでこれとかっていう、そんな話で盛り上がってほしいと思ってるし、スト5のそのe スポーツなんかももっと盛り上がってほしいと思ってるし、6に関してももちろん大ヒットしてもらいたいと思ってる中で、このコラボの中でザンギエフ出さないっていう選択だったのかと思うとですね、なんかオリンピックに政治が絡むねとかいうのと同じような気がしててですね、なんか切ないんですよね。なんかせっかくザンギエフ好きな人もいてて、まあ、12分の1とまでは言わないですけど、使いにくいキャラクターなんでね、なんですけど、なかなかレア な、なんかなんですかね、技を出すというか操作系が難しいというか、ちょっとどんなに熟練しても一発で出せないんじゃないかみたいな技を持ったりするキャラクターなんですけど、あれをなんか使ってた人の気持ちを考えるとですね、なんか本当に申し訳ない気持ち、僕じゃないんですけどね、犯人僕じゃないんですけど、申し訳ない気持ちになってしまいますっていうですね、そんなお話をただしたかった。別にあのオチがあるわけでも、あの誰かを責めたいわけでもなく、まあ嫌な世の中だなと、ちょっと気遣いすぎてるなと。気遣うことはとてもいいことなんですよ、とてもいいことなんですけど、もちろん何も起こらないんです。だから何も起こらないんですよ、気を使ってくれたおかげで何も起こらないんですけど、そこはちょっと気遣いすぎちゃうかなと僕は個人的にです、本当に思ってますっていう、そんな、動画です。今日の話はですね、そんなに面白い話をしてるつもりもないのですけど、嫌でなかったら高評価ボタンとチャンネル登録のよろしくお願いします。 Twitter と Instagram と Facebook のもやっております。今後も動画もですね、一生懸命上げていきたいと思ってます。よかったらまたこのチャンネルで会いましょう。最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。